こんにちは、速稼塾の久保です。時間という概念っていうのを、まあ、分解して説明するとですね、私なりにお話しすると、前回の花屋龍馬さんの動画をもとに、さらにね、お話しするとですね、時間っていうのは、今しかないことの連続なんですよね。どの瞬間を切り取っても、それは今しかないんですよ。で、今しかないチャンスってありますけども、今しかないチャンスが常に生み出されている。ということも言えます。まあ、ですんでね、時間というのはどれも貴重ですし、どれもありふれてるということが言えるんじゃないかなと思いますね。はい。それでね、未来はわからないということをまたね、いろんなところで聞くことがありますし、きっと花屋龍馬さんもね、未来はわからないというふうに言われている部分があると思います。前回の動画でね、未来がわからないということをね、何回かキーワードとして出されておりました。で、私はね、そこに対してちょっと踏み込んでお話をしていこうと思います。未来がわからないっていうのはそれ本当なのかなと思うんですよ。いや、実はね、未来がわからないけども、わかろうとしてないんじゃないかなと思うんですよ。私がいつも言うのは、わからないならわかるまで考えていけばいいってことなんですよ。わからないからっていうので、考えるのをやめてしまえば、わからないということで止まるんですよ。わからないから、まあ、模索するんじゃないかなと思うんですよね。でね、過去、そして現在をきちんと精査すれば、相当な高い確率で未来は見えます。これは、私はそう思わなければ、先行してね、進むことができないですし、相場解説もできないわけですよ。まさに投資っていうのは、過去の積み上げからテクニカル理論というものを用いて、未来を予想する出来事だなと思うんですよね。まあ、ですんで、高い確率で未来が見えるんですよね。私は FX の相場解説をもうね、5年やっております。今ではほとんど負けなしになりました。おかげさまで。でも、かつてはわかりませんでした。経験値も知識もなかったからです。今は自分の経験や知識が勝っていること、そしてテクニカル理論に私はかなりね、脳が一致してきたんで、今週もですね、ディセンディングトライアングルをバシッと当てることもできました。おかげさまでね、こういうふうにテクニカルというものを用いて人に説明と解説、予想ができるようになったんですよね。いや、これはね、非常にありがたいことだなと思ってます。そして今日はですね、相当考えれば未来がわかるということの中で、いくつか例を申し上げたいんですけども、一つ目はね、FX のことでした。もう一つはね、例えばですよ、高い確率で私は自分の未来が見えます。それはですね、私は出産しないっていう未来が予想できるんですよ。で、お、迷惑ですね。ちょっとね、チャチャが入りましたけども、高い確率で未来が見えることの一つに、私が出産しないってことの未来が見える。ね、これは私が男性であるという、すでにある事実をもとに積み上げていくと、そういう予測は立つんですよね。でも私が女性だったら、どうでしょうかね。48歳になって、これからね、子供を持つ可能性、妊娠する可能性は多分低いだろうけども、なくはないよねっていうふうに選択肢が残るわけなんですよね。それは不妊治療とか高齢出産っていうテクノロジーがあるからという既成事実も組み合わせればないことはないなと思えるわけなんですよ。でもこれが十数年前、20年前だったら奇跡の商業だったと思います。ですんで、そういう未来を想像もしなかったと思うんですよね。そして今日3つ目の過去を積み上げていけば未来は相当な確率で予測できるってことになりますけども、実は今日はこれが話したかったのかもしれないな。これから世の中の体制は資本主義が高まっていって、最終的には資本主義が終焉を迎えると思います。資本主義というみんなが頑張って、頑張った人はそれだけ稼いだり自由を手に入れて、申し訳ないですけども何も成果を出さなかった人にはまあ、それなりのものしか与えられないというね、最低限のものしか与えられないという、この二極化が進んでいく。資本主義っていうのは結局、二極化が進んでいくことをみんなで受け入れましたってことなんですよ。ですんで、今、超二極化が起きてるって言われますけども、資本主義を突き詰めていけばそうなるってことなんですよ。そして最近ではですね、ベーシックインカムの議論まで巻き起こってきましたよね。このね、資本主義経済が進んでいくと、どうしてもベーシックインカムになるんですよ。で、ベーシックインカムってのは、資本主義が終焉を迎える、資本主義が限界を迎えて崩壊する直前で起きることだと、私は仮説しています。これも過去の積み上げから見えていくことなんですよね。じゃあ資本主義が崩壊したら次、
どんな社会がやってくると思いますか？これはね、認められないという感情的な方もいると思いますけども、実はね、共産社会が始まるんですよ。共産社会ってのは、生み出したものをみんなで共有しようね。生み出した産にみんなで共有しようの共が入るんですよ。で、社会主義ってことは、みんなで同じように暮らしていこうっていうことです。社会主義、共産主義。今ね、その国の対立ありますよね。共産主義国家なのか、資本主義国家なのか、その対立があります。そしてある人に言わせれば、社会主義、共産主義はもう失敗したんだと。ソビエトって国はそれをもとに崩壊したんだと。世界中は、資本主義になってるじゃないかって言うんですよね。それはね、テクノロジーがない時代に、ソビエトみたいなでっかい国を人間の力で平等に管理することができなかったっていうのが一つの理由です。でも、同時監視っていうのは、同時管理っていうのは今テクノロジーによってね、可能になったんですよ。カメラの設置もありますし、ハードディスクっていう記憶容量もかなり、安くなりました。そしてブロックチェーンって技術もあります。これを全てつなぎ合わせて未来を考えていくと、社会主義が最も私たちの暮らしに適したものであるってことが高い可能性で予測できるんですよね。そして、資本主義的な思考っていうのは、ローカルなところで生きていくと思います。それは例えばね、スポーツみたいな競争の分野では、やっぱり頑張った人が成果を出す資本主義的な考え方が、そこでは流通すると思います。どんなに頑張っても順位がつかないスポーツっていうのは、これまた面白くないんですよね。そうなんですよ。結局、資本主義っていうのは、人の感情に働きかけてくるんですよね。でも、基本的な暮らし、衣食住って感情がほとんどいらないんですよ。満腹になりたい、健康で生きたい。そういったことには、特に感情いらないんですよね。でも感情を込めるとしたら、例えば、とてつもなく美味しいものを食べたい。誕生日、特別な時には特別なものを食べたいとかね。そういったものになると思います。だから普段の暮らしは同じものでいいんですよね。同じような自炊でご飯食べて、ふりかけかけてみたいなのでも結構いいと思うんですよ。でも、特別な時は、食事をちょっと豪華にしようよ、みたいなね。言ってみれば、日常生活動作。ADL っていうのは、これは感情がほとんどいらないです。ね、日常生活動作。これはだから社会主義的な供給でいいわけなんですよ。そして QOL という人間の質を高めるところには、それぞれの趣味嗜好がありますから、それはね、やっぱり特別なコストをかけたりとかする必要があると思いますから、ここは資本主義的な考えが残るでしょうね。でも大筋では社会主義的な考え方がこの世を支配する方がいいんではないかなと思います。これはちょっとした未来に起きると思います。もうちょっとした未来ですね。まあ私たちが生きてる間にはないかもしれませんけども、50年とか100年の間には、おそらく資本主義が次々と崩壊を迎えて、社会主義的な考え方になっていくんではないかなと思います。社会主義的な考え方がなんでね、以前うまくいかなくなったかと言いますと、それは人に感情があるからっていうのが2つ目の理由です。一つ目の理由はテクノロジーが未文化だったということで、地球全体を社会主義的な考え方で支配する力が人力では無理だったんですよ。でもテクノロジーに任せてしまえば、機械っていうのはみんな同じものを供給しましょうっていう事務事が得意なんですよ。感情に働きかけることっていうのはまだね、テクノロジーではちょっと難しい。先があります。これは。ですんで人間がやっていくしかないかなってことですよね。はい、で、人間は基本的にね、マシンに劣るんですよ。だって電卓より早い計算できる人っていますってことなんですよ。ね、5桁かけ5桁の計算がパパッとできる人いますかね。でも電卓はできるでしょ、うん、だからこのぐらいのことでも人間はもうかなわないんですよ。ただ人間には感情があるんで、いや結局は人間の方が機械よりも優れているんだと思いたいでしょ、うん、でもそれはねやっぱり逆ですよね。じゃあ広大な畑をあなたがテクノロジーなしに耕して収穫してくださいって言ったらどうですかね。いや無理だと思いますよ。でもテクノロジーを使って一人で大農場を管理運営してくださいって言ったらこれは可能なんですよ。残念ながらね。だからテクノロジーの方が人間よりいろんな意味で勝ってるんですよ。だって人間の方が優れてるんだったらなんでね、職場から人間が排除されて職権機が入ったりするんですか。インターネット導入するんですか。メールにするんですかっていうことになってきます。いろんなところで人間は自分の生み出したテクノロジーに敗北を続けてるんですよ。それはね、やっぱり受け入れていかないと、そういう現実を、未来が見えてこなくなっちゃいます、はい。例えばね、アメリカを中心とした台湾でも一部そうですけど、マクドナルドは完全無人化が可能になってるんですよ。で、そこではね、機械がハンバーグを焼いて、盛り付けをして、パッケージして、そしてお客さんはでっかいタブレットみたいなので注文して、しばらくするとガチャンって出てきたものを持って帰ると。決済はスマホの QR コード。
人が一切いらないんですよ。で、Amazon Go っていう店舗、ね、コンビニみたいなところも完全無人営業、これも導入されましたよね。つまり、人間はもういらないと。機械があれば商売ができちゃうよってことなんですよ。経営者にしてみたら、テクノロジーを導入すると、人間なしに利益が上がってくるんで、大儲けできちゃいますよね。それの延長線上に、地球全体が全部テクノロジーによって管理運営できるっていう世の中ができてしまえば、それは社会主義の確立になってくります。そこには資本主義はもう入ってこないんですよ。で、そもそもね、資本主義って何かっていうと、資本が移動するから起きるんですよね。でも今どうですかね、移動する資本ってどんどんちっちゃくなってるんですよ、実は、ね、で、資本の大きいものっていうのは、例えば一人の人が1兆円とか2兆円お金を持ってるんですよ、今ね。でも1兆円を一人の人が持ってても、それ一生のうちに使います？ 99% の資本、1兆円の 99% は使わないまんま世代交代しちゃうんですよ。つまり1兆円のほとんどが人間の経済活動の中に入らずに、ただそこにあるのかないのか分かんない状態で、バーチャルな空間にその資本が押し込められているって状態です。資本が動いてないんですよ。でも1兆円を1人が持つよりも、それをね、例えば1億人が1兆円を分配して持つと、その1億人はそのお金をね、どんどん使うんですよね。使うから経済活動が発展して、こっちに偏ったりあっちに偏ったりすると、人気なところにはお金が集まって、人気のないところからお金が撤退してって感じで、資本主義っていうのが活性化されるんですよね。でもお金を稼ぐ人が極端になってくる。今でこそ上位36人が地球の資本の半分を持ってる時代ですよ。要するにほとんどの資本が動いてない状態なんですよ。で、そこでは資本主義経済っていうのはもう完全終わりを迎えるしかないんですね。だって資本を持ってない人がどうやって生きていくんですか、生活保護ですか、ベーシックインカムですかって議論になっちゃうのはそういうことなんですよ。で、全然お金がなかなか稼げない人のところに、じゃあ生活できる最低限のお金を配りましょうってことになったら、生活はできます。でもクオリティオブライフはもしかしたら解決できないかもしれないです。それこそね、俺将来無人島買いたいんだよねっていうふうにベーシックインカムもらってる人が言っても、その無人島をもらいたい、買いたいっていう欲求は叶えられないんですよね、資本主義の世の中でないと。まあ、そうなってくると未来はどうなってくるかってことがありありと分かっていきます。まあ、まとめて言いますけども、近い将来資本主義は終わりを迎えて二極化が極まってですね、その直前でベーシックインカムが始まって、そのベーシックインカムが行き渡った時に資本主義は終わりを迎えて、資本が動かなくなって、社会主義的な経済が勝利を収めるというふうな形になるんじゃないかなと思うんですよね。そして社会主義経済の中で、人はただ生きていくことに疲れて飽きて、リスクを抱えても一発勝負したいっていう人がたまに出てきて、また資本主義が少しずつ始まっていく、これを繰り返すんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、長くなりましたけども、花井レモンさんの動画のキーワードを抜き出すと、こんなね、全く別次元のテーマが始まってしまうというのが最近の私の動画の流れでございます。それではね、今日は以上でございます。いってらっしゃい。